やるぞ、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 シュン。パッと見てもらってね、後ろが文系、前が理系というふうに分かれてると思うんですけど、分離というもので、僕の中ですごいね、不満に思ってるとありまして、社会系あるじゃないですか、はい、地理、歴史、いろいろ、あれを文系の枠に入れるのやりませんってめっちゃ思うんですよ。あれは、うちの分野じゃない。文って言ってんのに、勝手になんか社会入れられてさ、文社系になっちゃうじゃん、そしたら。じゃあ社会はどこの子なの？ってなると、うん、もう二択しかないんで、オタクらのもんになっちゃうわけなんですけど。違うでしょ。あれって結構、記憶じゃないですか。計算とかもないし、感情もクソもないんで、覚え芸って言うと、理系って言っちゃ逆に覚えることありますよね、何かしら。まあ、それはありますね。だから覚えること得意なわけですよ。だから社会は、理系です、理系のものなんですよ。じゃあ、だからオタクじゃないからね。ブルーンだってば。でもブルーンってなんなの？ブルーン、ブルーン、ブルーン、これね、僕はもしかしたら社会が苦手なんじゃなくて、記憶そもそもがちょっとやり方ミスってたんじゃないかなと思って、記憶のやり方さえちゃんとすれば社会科のね範囲を文系のものに戻せるんじゃないかなと思って、うん、今回ね社会というか、まあ、記憶に挑戦してみたいなと思いまして、うん、まあ、歴史でね年号を覚えたりするじゃないですか。本当に覚えなくて、マジでいい国作ろう鎌倉幕府みたいな、それぐらいメジャーなやつしか覚えてなくて、なぜかというと、まあ、歴史に興味がないからなんです。知るか、お前たちだけでしょ、文系っていう主語でかすぎない？そうなった時に興味ないものを覚えるって大変だなっていうのね、証明されてきたので、逆に言えば興味さえあれば文系だって年号が覚えるんじゃないかなってことで、僕が一番興味あって忘れないものってなんだろうって思った時に、これ間違いなくエロなんです。エロ、エロなんです。エロって忘れないんです、絶対に。エロい思い出ってこと？まあ全て、エロ全て、やっぱね一番残っちゃうわけですよ。ってなった時に、エロと交えていろんなものを記憶していけば覚えれるんじゃないかなっていうのと同時に、もし社会がね本当に文系の庭なんだとしたら、エロかける社会の力で僕たちは理系にね社会力で勝てるんじゃないかな。当然なんじゃないの？当然じゃない、そもそも今現時点では君たちの庭になってるんだ。なってないわ。違う、まずなんでエロが文系に取られないといけないんだよ。エロは理系だろ。だ現状今文エロ系と理社系になってるわけですよ、はい、ただここで理から社を取り戻して文エロ社系にしたいかなと思いますね。今日は、こちら、エロゴロ世界史年号、この本を使いまして、はい、僕たち文系はいろいろな年号をエロい語呂で覚えてきたと思います。はい、はい、これなんとですね、江口五郎さんという、エロい、エロい、ね、あ、すごい、エトロで挟まれてる、エロゴロさんがただエロく覚え方が書いてあるというね。おー、俺に出会ってれば絶対いけたのにっていう、これを元に金井くんに問題を作ってもらいました。僕たち文系はエロゴロ世界史年号を使って覚えて、うん、理系の皆さんはこれのエロくない版があるんで、それを使って覚えていただく、うん、で最後にテストしてどっちの方が覚えれたのっていうので、答えれた方にはシャオ庭年上げます。来ました。いらないし、そもそも君たちの有利でしょうが、世界史なら。違うんだ、世界史やってないもんね。世界史は取ってない、やってない、チラッとね、チラッと、それは君たち的にチラッとしか取れないじゃん。あー、なんかエロいじゃん、文系用の方。たるぇ、これたるぇ、バカたるいし、バカ知らん。すごいね。え、ま、むっず、あ、すごい。え、これさ、え、これ想像の何倍もエロいいなぁ、えぐい。これやっちゃいますか、分担もありなんで、一応この3人で分担、3人で分担して、それぞれ好きなページを覚えたりとか。何それ、わかんなくない、結構最終的にペーパーテストではないのか。これは何でしょうって聞いて、チームから回答するの。それでは覚え時間30分、はい、うん、金井君の選抜した10問のテストが出るということで、はい、じゃあ早速お勉強の方していきましょう。はい、はい、それでは文系の威信をかけたエロ覚え、はい、30分いきますよ。はい、よーい、スタート。はい、豚もう分担、分担決めるか、分担か。21ページあります。じゃあ7ページか、1人。じゃあ15ページから。結構さ、驚くぐらい下だからさ。いや、エロいよね。そうなんだよね。大丈夫かな、これ。しごいて自由にひょっほーと叫んで発射、最高の成分放出っていうところがあります。うわー、やばいな。ちょっと待って、逆に覚えづらい可能性あるぞ。無理やりなところもありますね、これね。だいぶ無理やりですよ。スペインの覚え方、すべすべ陰謀なし。スペインの方が覚えやすいよ。絶対にね。これスペインでいいな。アラゴンが、あら、こんなに立ってるわ。フェ
フェルナンドがドフェラナンド、やばい、子供に見せらんないよ、これすごいね。スノー面積チーム、え、ちなみにりょうさん、しばゆさんって手貸し取ってました？うん、取ってましたね、全く覚えてないよ。なんでゼロよ、もちろんゼロよ。これはさすがに勝てるわけがない。まるきり知らん単語1から、なんなら語呂を使わないようにしながら覚える。いや、これ無理だね。これ無理。まあやっちゃいますか。そうだね、始めるか。いきます、よーい、スタート。うわー、第1回ペルシア戦争492、絶対なんか君に出てきてないこれ。でも俺らは語呂合わせで覚えてはいけない。492ね、つまんない。語呂合わせ考えたくなっちゃうな。マジこっちやることないじゃん。勉強しようってなった瞬間俺ら使うとこ一個もないよね。いや本当にそうなっちゃうよ。ガンを応援しようと思ったら一言もしない。そうなんだよね。ちなみにあと19分です。早い。これやばいな、年号はさすがに無理だよ。第51年カロリング家のピピンは教皇の指示を受け、メロビング朝を廃止してカロリング朝を開いた。わからんわからん。知るか。昔の方がやっぱ言葉は馴染みがないね。ファイナルファンタジーかと思う。うわ、スペインまた出てきた。スペイン出すぎ。スペルマイン、スペインの覚え方いろいろありすぎてさ、逆に何のスペインだっけってなるよこれ。同じことばっかり言っちゃダメだって思ってんだろうな。え、もう10分経ってるよ。え、マジで。え、待って、まだ1ページしか終わってない。やばいぞ。これ最後のキューバ革命だけど、革命的フェラっていう文章なんだけど。革命のこと、革命的フェラ。行く、ごっくんして吸盤のように吸い付く革命的フェラ。何も上手くないやん。全然覚えれない。やばい、わかる、全然覚えない。全然頭入ってこない。え、なんか全然エロくないんだけど。いっぱいに広がる血の海、ロシアンルーレットに失敗した男、次はお前の番だなあ。これ女にピストル渡すヤクザ、エロは蜜の味だが手を出す女がまずかった、もう救われることのない女、ショットガンで撃たれ仏となってこの世さ。全くエロくない。ほぼエロない。エロって文字入れたかっただけだもん。無理やり入ってるだけだもん。エロくないからスルー。上がっちゃうような言葉じゃないと無理だな。無理だよね。うわ、満州文字が、満州をじっくり楽しむ。やばい。あげ。もともとの歴史がエロいわ。1616年にビロビロヌルヌル8人の女子ライラル子。エロすぎて覚えれんわ。19年やばいな。絶対に行く行くだもんね。行く行く何があるんだろう。ベルサイユ条約だよ。うわ、さすがにこれは覚えちゃった。絶対出るね、今の発言でも、ね、てかもう受験生も全員覚えてる。可愛い女の子も行く行くで覚えてる。あと10分。そうだろ、復習に入ろう。もうダメだ、数字は捨てようかな。ちょっと厳しすぎる。でも数字って出るんだよな。まあ半分は数字だろうな。ページ目のやつ思い返してみてもさ、全然覚わってないか。全く。え、待ってこれさ、マジ0点やばいっす。え、行く行くでいいんだって。1919年はこっちは行く行くなのよ、うん、母子運動ビクビクになってんの。行く行くでいいって。長期的に見たらそっちの方がいいのかもしんないけどさ、シンプルでいいよね。あ、やばい、もうダメだ。いや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 、ダメだって言っちゃってるやん。どう ?8 割くらいいきそう。無理。やばーい。これ脳筋すぎない。この語呂合わせでもなくても数字言うしかない。ローマ東西に。ローマ。レコンキスタ終了。レコンキスタ終了。レコンキスタ終了。やばい。これまずいよ。角が倒れて熱い。これやばいよ、やばいよ。ナルマルがデカさんの真似したんだよ。そんな真似ことなかなかないことないじゃん。早く早く。どうやって答えるんですか。ファイトボード。白いやつね、白いやつを。ちょうだい、白いやつを。白いやつ、ちょうだい。下ネタに染まってる。さあ、お願い。はい。ないの。はい、パリ講和会議にて中国人代表団の要求を無視されたことにより北京の大学生が起こしたデモは何という。さすが、おすごい、こんな難しい文を聞いて利光がペンを持ったぞ。いやでもそうだよな、むずすぎなんだよな本当に。デモの名前なんて言ったら絶対ね、語呂があるはずだからね。
あ、そこもあるんだね、年号だけじゃなくて。もちろん。でも、どっちからいきますか、はい、ここから。はい、五四運動。はい、五四運動。正解です。はい、ナイス。これは何だろう、これはどうだろう。これは、いくいく。お普通に覚えたね。覚えやすくてたまたま覚えてる。ゴシゴシ運動なんてもう。汗してやってみてほしい。一回いや置いといて。一回置いとこう。はい、大丈夫。はい。統一法により国教会の体制が確立したのは何年？知るかー。これだと思う。書いた。書いたぞ。マスや書きました。マス書きますや。マス書きました。これかも。以後くんに。お。お。以後ごっくんのやり方を統一か。来たちゃう。哲也さん正解。いやー。なるほどね。以後ごっくんのやり方。こいつ。ごっしょすぎる。ひも。さあ、お願いします。はい、1054年、東西で独立を深めてきたキリスト教会が完全に分裂しましたが、西はローマカトリック教会、東は何になりましたか。俺だ。でもこれは常識でいけるんじゃないですか。キリスト東西分裂は覚えている。カトリック教会ともう一つ、なんかありそうだね。あ、ダメだ、僕の答え。すごいね。任せる。普通に違っても怒るなよ。プロテスタント。いろいろはセリヌンス。あ、はい。セリヌスス。ごめん、そこは捨てました。正解はギリシア正教会。聞いたことは絶対無理だ。せーの、危ない。今のはエロ関係ないよな、さすがに。セリヌススもあんまりエロにも分かんないですね。セリヌススは今後出てくるのかね。我々の独身。確かに。第4問。はい、ルル8が諸神族を共に。ルル8。中国東北部に黄巾を建国したのは何年ですか。いやー、あー嬉しい。コキコキね。いや、さすがにヌル8はうちのりょうさんもちょっと引っかかってました。うわー、ヌル8来たかー。これはありがたい。じゃあせーのいきますか。はい、せーの。ビロビロ。ビロビロなんだよ、これ覚えやすい。ビロビロか、確かに。連続する系はね。そう、正解です。いやー、ビロビロヌルヌル8人の女子と乱行ね。なんだそれ。キモいよ。アホか。マジキモいよ。アホだな、この。どうしよう、マジキモいよ。大悟。はい。冷戦の終結を宣言したマルタ会談は何年の出来事ですか。すごい。早っ。冷戦って聞いた瞬間に。待って、でも本当に。そう、いろいろ混ざるからね。混ざってんの今。頑張る、年です。これもったいないよ。エロの引き出しを開けてくれ。はい。どう、繋がったか。じゃあまず目線から。1989、なんかこれはもう数字のイメージ、なんか大きい数字がいっぱいあったなみたいな。なるほどね。いや、1984で行くプシューみたいな。プシュプシュ言ってた。プシュプシュ言ってたよね。言ってた。正解は1989年。おっしゃー、すごーい。すごい。エロに持ってかれたこと。エロすぎた。エロミスリードだ。ナイス、すごい。これ何だったの、この言葉は。いや、忘れたよ。普通にもう、まあ、覚えてたら書けるもんな。覚えてない。行く博。第6問。はい。紀元前60年、共和制ローマで3人の有力者による政治が始まりましたが、その3人とはポンペウス、クラプス、あと1人は誰でしょう。セルヌスス。セルヌスス。セルヌスス。絶対エロい人だよそれ。で、ゆうさん。はい。じゃあ、ゆうさん。三党会議ですよね、60問。ヌプバギヌス。いや、多分違うなぁ。お前自身がエロで、シバユーが出すぎだすぎ。いやぁ、シバユーは内容全く覚えてない可能性がある。頼むぞ。セリヌンティース。おしむ。え、シブが合うわ、絶対。絶対違う。正解はカエサル。違う。え、まったくじゃん。一番覚えやすそうだ、ジェムの3人。なんでそれ問題にしたんだ、クソ。第7問。エジプトではスエズ運河が開通、アメリカでは大陸横断鉄道が完成したのは何年。すごい、早い。こっちですね、ちょっと待ってね。これマジでさ、このなんかね、ガーって覚えてなんかの場所だけ分かるん。この辺にあったの。だからこう上から順番にちょっと数字当てはめてって、ってことは何年と何年の間だから。頑張れ。うわぁ、エロ検索が間に合った。これだったじゃない。エロがずれるんだよね。じゃあ、いきましたね。はい、うんさんから1869。1882。お、違う。正解は1869年。よし、あ、だからよ。なんで69。ちょっとなんかありそうな雰囲気だったよ。俺もこっちが正解かと思ってた。え、これだと69じゃない。多分ね、69他で使っちゃったから。なるほど。一回しか使わないの、行くとかの序盤でやっちゃってる。そうなんだ、シンプルなやつやっちゃってんだ。1問目。
はい、コンスタンティヌス帝のミラノ勅令によって迫害され続けてきたキリスト教が公認されたのは何年？やばいな、ちょっとだいぶ忘れてきたな。ほんとそれだよね。いきました。はい、お題いた。今回かけてるじゃん。さあ、締める。313、1060。すごい差。313年。はい、ナイス。俺ダメだわ、マジでダメマジで1ミリも入ってないわしかしね、これはエロの方やったらめっちゃ気持ちわかるわ。全く攻めれない攻めることなんか絶対ないんだから。1914年、オーストリアの帝位継承者のフランツ・フェルディナンドがセルビア人青年によって暗殺されたことをきっかけに起こった戦争は何でしょう？これかな。はい、お、お互いできました。すごい。皆さん、第一次世界大戦。あれ、そっちだっけ？ブラッシーの戦いとかなかった？第一次世界大戦。これはさすがに覚えてくれよ、普通に。ラスト10。やばいぞ、哲也。ラスト10。大空位時代と呼ばれる神聖ローマ帝国では皇帝がいない期間は何年から何年だったでしょう？え、神聖ローマって面白いですか？俺でもない。俺多分、もう一回ください。大空位時代、神聖ローマで俺だと思うんだよ。いや、なんかそんな気するよね俺の余裕のお父さんじゃないか。今までお父さんの感じでさ俺残り2ページ残し時間終わってんだよ。いや、はい、じゃあ、りょうさんからお願いします。1356から1373。若い。言われる。はい、1081年から1145年。おっ、おっぱいいいしこです。おっ、綺麗すぎない？綺麗すぎる。ちょっと綺麗すぎる。向こうが狙ってたとしか思えんの。そしたらここでやったらいいしこになるっすよ。日本語人みたいなの。そうか。正解は1256年。うわ、ミスった。から1273。うわー、惜しい。惜しい。ギリで変えちゃった。いやー、最初200だったのに ね迷ったんだよな。解きたかったあれ、スコア見てるやばいよ、これ。やばいね。あー、やばいよ。ちょっとエロゴロ見てくれよ。エロゴロ見てほしいわ。いや、こいつらエロの力を借りて、これはちょっとちょっと待ってくれ。違う、どこしてエロくないんじゃないかな。ホントはエロいんです。めっちゃ恥ずいわ。こういうのはね、エロい人が使うものなんだよ。これはね、持って帰らせてもらうわ。私はチンコのことが嫌いですと言いなさい。ふみえ、ふみえ、チンコなんだよ。なんでそっちや、おっぱいの話してくれよ。今日ね、乾杯ですよ。あ、そっか、終わりか。弱っちゃったんだよ。瞳を見つめて穴に挿入、強行したが棒には手薄いスキン。こっちはなんか動画でグイグイ下ネタを言ってね、いろんなもの失って負けるんだ。キモいこと散々言って結果残せず負けたよ。じゃあ文系から社会とエロを没収させてもらいます。いや、きついな。もうこの際もうエロ持ってってくれ。こうなったら長い長いね、分離戦争の歴史に大きな傷跡を残しました。一回ね、勉強してある程度覚えた人がちょっと補足というか定着のためにやるならいいかもしれないけど、これから入るのは良くない。なので教科書まずちゃんと読んでから追加で買うっていう方にね、ぜひしてください。そうだね。あー、やっべ、ここに来たな。なんとか笑ってるけど、もうそんなに大事次。なんとか笑ってる。いや、これがね、20代前半とかだったらキャッキャ笑えるんですけどね、30になってからのこれはちょっと、なんとか笑ってる状態だよ。こと先のエロでなんとか学ぼうなんて、そんなね、考えはダメみたいです。誠実に勉強しましょう。学生の皆さん、エロに知能値ありません。愚直に愚足を愛していきましょう。また次回でね、お会いしましょう。さよなら。